俺は今入ったんだ、トイレに。そして座ったんだ、便座に。話をそらさないでください。話はそらさず目をそらしてください。俺今トイレにいるんです。神様、お願いがあります。声を使う仕事がしたいです。先生の言ってた通りだな。声の力は確かに無限だ。大丈夫、声はいつだってそばにいる。ケイタちゃん、お久しぶり。ちょっと待って、やっぱり緊張するんだね。そりゃ緊張するよ。ちょっと、じゃあこれからはそれも楽しみにして見てみる。勝手に進まないでください。ケイタ、この声思い出せるか。ああ、こんなお願い事ダメですよね。あの声は野沢雅子さんでしょ。違う、フルで呼ぶな。違わないで。呼ぶな、来たんだろ。野沢雅子さんでなければ一体野沢雅子さんだ。呼ぶな。